現状カウンタ報酬で暮らしてる人がどれだけいるか、その意向は、というのは大きい。ちょうど正体してる、としたら。今まで0点だったやつは100点に、今まで90点だった、それは10点になるかもしれないが。今まで50点くらいだったところは、多分そのままだ。それがプロというものだ。武器への、シンパシーではある。使う人次第という環境。どっちみち独裁的にやってたら利益は出ない。抑制装置と捉えるか破損と見るか。現状、破損、と言って良いくらいに悪い方へ傾きすぎてるが。それを逆に、正常に、したら、反動は大きい、かも。認識の問題だ、マスコミの意向は大きい。テレビから放射、カウンタの高い方が、それは状況、それは悪化させる。状況をあえて変える必要はないが、認識は少し変えた方が良い感じ。それはどうする？